どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、怒涛のジェックス最新製品紹介レビュー動画は見ていただけたでしょうか。製品が届いて即日に動画を出してから、気合の入れた比較検証動画を立て続けに出して、正直燃え尽きました。最初の開封動画自体は割と編集的には楽な部類なんですけど、やっぱりしっかりしたレビューを投稿するのにはなかなか時間がかかってしまいますね。今までの動画よりもスピード重視で編集したため、字幕のおかしなところとかが散見されてしまいましたが、内容自体は全くもって手を抜いてないんで許してください。残す製品はあと3つなんですが、正直出すか迷ってました。なぜかというと、1つはボトルアクア用品で、2つは販売されるかわからないノベルティの可能性がある製品なんで、いつものようにしっかりレビューしたところでって感じなんです。特にボトルアクア製品は、実際にボトルアクアしてる人がレビューすることに価値があり、ボトルに設置したところをお見せできない自分のチャンネルで披露する理由って何なんだろうと自問自答しておりました。ジェックスからも、届いたやつ全部はレビューしなくていいよって言われてるし、もういっかってなってます。ただ開封動画で発売される前に全部レビューして、骨の髄までしゃぶり尽くすと言ってしまった手前、残りのレビュー楽しみにしてますという視聴者さんに対して申し訳ない。出しても需要ないし、出さなくても不誠実だしと、自分で自分の首を絞めまくりつつどうしようか考えたんですが、結果こうなりました。いつもみたいなガチガチレビューじゃなくて、ゆるい感想動画にしようと。正直3日連続の全力比較検証動画投稿で脳みそが溶けてて、まともにレビューもできないしってことで、ちょっと趣向を変えた動画にしてみます。いつもの製品レビューのようにしっかり台本作って細部まで見る感じじゃなく、個人の主観で感想を言っていくだけの動画なんで、ご了承ください。じゃあやっていきましょうかね。初の試みなんで、すいません。よし、最初ジェックスグラストップラウンド、スリットに沿って簡単切り取り、蒸発を抑え魚の飛び出し防止に、高度も出して使いやすいってことで、これはこういうラウンド型のガラスポットに使う蓋ですね。開口部の外径が20センチまでってことで、このカット部分をカットすることで18センチ、16センチ、14センチ、12センチ、10センチ、8センチ、6センチの径に対応できるってことです。で、やっぱこれスリット状になってるんで、魚の飛び出し防止とか水の蒸発を防ぎつつ、通気性はあるって感じですかね。ただここの最後の部分まで切り取っちゃうと、もうぴっちり蓋が閉まる状況になると思うんで気をつけてください。で、ここがですね、切り欠きになっててコード類を通せるようになってるみたいです。これは検証してないんで何とも言えないですけど、まあヒーターとかエアチューブとかそんぐらいのことだったら通せそうで、結構硬いのかなと思ったんですけど、割としなる感じの、てかめっちゃ映り込み怖いんですけど。で、真ん中に取っ手がついてます。この取っ手で蓋を上げ下げできるって感じですね。まあ当たり前ですけど、なんかフリスビーに使えそうな感じする。で、透明度は結構いい、プラスチック製ではあるんですけど、ガラスに負けないくらいの透明度はありますね。がっつり反射しててうざいんですけど。で、これ結局ボトルアクアしてないんで持ってないんですよ。だからお見せできません。だからね、レビューしようか迷ったんですけど、唯一ね、これの使い道考えました。これなら使えるんじゃないかっていうのを私は発見してしまったんで、今回それだけお見せしましょう。はい、じゃん、これバケツです。5.8 リットルのバケツ。24π って書いてるからちょっとわかんない。まあ直径が24ってことなのかな、だと思います。で、徐々に細身になっていく感じなんで、この蓋がですね、これ入れることによってここで止まるんですよ。で、これ何に使うのかって、こんなもん何に使うんだって話じゃないですか。バケツに蓋したところで考えたんですよ。これ水合わせの時に使えるんじゃないかって。サイアミーズフライングフォックスとか飼育したことある方ならわかると思うんですけど、導入時に結構飛び出しで死んじゃうことがあるんですよ。僕も一回経験したことがあって、水合わせの時にですね。で、飛ぶはずないだろうっていう高さから飛んでいって干からびちゃうことがあったんで、余裕でこの
高さとか飛び出しちゃうんですよ。そんな時にこのグラストップラウンドがあれば、このちょうどいいね、半分より上ぐらいの高さで止まるんですよ。これはバケツの径によって違うんで何とも言えないんですけど、僕が使ってる 5.8 リットルの場合はここぐらいで止まります。でここの上に点滴砲を入れてったら、ちょうどスリットがあるんでちゃんと水は落ちていくんですよね。で飛び出し防止にもなるかなと。とてつもないこじつけ使用方法ではあるんですけどまあこういう使い方もありなのかなと。無理やりね、正直。基本的にはさっき言ったようにボトルアクアされてる方用の製品なんで、そこら辺はねボトルアクアされてる方がしっかりとレビューしてくださると思うんで、ただの一般人のボトルアクアリウム持ってないやつでもなんかこんな使い方ができるんじゃねえかなってひねり出した結果がこれです。まあ材質自体は割といいんじゃないかな。でもカットするときがここの端の部分を切らないといけないんですけど、見た感じ結構しっかりしてるんで、ちょっとニッパーとかがないと難しいかな。ハサミとかだとやっぱバリとかができちゃって不格好だと思うんで、ニッパーとかで切って少しヤスリがけとかする必要はあるかなと思います。2、4、6、8、9個ぐらいあるんで結構大変かなと思います。以上、続いて紹介するのはこちら、アクアリスタのメンテナンス用ポーチ。これは開封動画でもお話ししたんですけど、多分メンテナンスツールを腰にかけて持ち運びができるようにするためのツールですね。これはベルトとかかけるところのジーンズとかにあるところにつけるやつだと思います。でそれがない方にはこの紐があります。この紐を取り付けることによって、ここにですね、後ろ側に取り付けることによって肩からもかけることが可能です。こんな感じで、まあ、紐の調整の仕方はね普通の紐と変わらないです。この部分を少し緩めていってこう、ね、引っ張る感じ、ちょっと全部はしないですけど。でポケットはこの手前の方に2つあって、この奥の方に大きいのが1つ、でここにマグネット式のボタンがついてるんですけど、これが大きいのになってますね。一応メンテナンスツール持ってきました。こんな感じでハサミとかね、ごめんなさい、よいしょ。でどんな風に入れるのかなと思って今から入れてみるんですけど、こんな感じで短いハサミだとこっちに入れるとギリギリ頭が出るかなといったところですね。ちょっと長めのカーブタイプ、これ入れるとこれぐらいで、もっと長いやつこれぐらい、ここはみ出るんで、まあ、こっちの方がいいかなと、それかこっちですねに入れるのがいいかなと。このスプリングシザーなんですけど、これどうしようかなって思ったんですけど、ちょっとこれは入らないですね、正直。わざわざ入れる、あ、でもここに入れられるか。入れられるっちゃ入れられる。だから多分ここの幅の狭いところにはストレートタイプのハサミを入れた方がいいと思います。どうしてもここの開口部に余裕がないんで、こうやってねここに入れようとすると突っかかっちゃうんで、まあ、入るんですけど、ちょっと刃こぼれとかが怖いんで僕はこっちの方がいいかなと思います。ウェーブシザーとかもね、特にここには入れるのがちょっと至難の技なんで、こっちの方がいいかなと思います。でもこっちもちょっと大変ですね。でピンセットはまあこっちでしょうね。でくっそ長いピンセット、これ何センチぐらいあるんだろう、28センチぐらいあると思います。これ入れるとこんな感じ、まあまあまあ余裕ではみ出しますよ。これ持ち運ぶかどうかは別として、だいたいどんぐらいですかね、これ20センチちょっとぐらいですかね、のピンセットとかハサミならしっかり入ると思います。でこのプロレーザースクレーパーですね、これはちょっと怖い、正直。入れるのはこれ大きめのタイプの ADA のスクレーパーなんですけど、これ差し込んじゃうとこんぐらい飛び出るんですよ。だからちょっとこれどうなのかな、この刃がむき出しになってるんで、もしこれに持ち運んで使う場合は何かしらここの刃にかぶせるカバーみたいなのを取り付けた方がいいんじゃないかなと思います。ただこれ自体をですね、僕がメンテナンスツールポーチをね使ったことがないんで、実際にこの使い方が合っているかどうかは分かりません。ただの一個人の感想、主観バリバリの垂れ流しレビューなんで許してください。あ、でも見た目はかっこいいです。でこんな感じで材質もしっかりしてるんで、中でねハサミの先端とかで切れたりはしないと思います。映像では伝わりにくいと思うんですけど、本当に作りはしっかりしてると思います。こんな感じでね、なんて言ったらいいんですかね、この生地わかんないですこんな感じになってます、中身はね。耐水性があるかは知りません。以上、最後こちら、
じゃじゃーん。ジェックスアクアリスタエコバッグです。はい、エコバッグです。以上。黒を基調としててかっこいいと思います。アクアリスタ。これ下げてたらね、あ、この人アクアリストなんだって周りの人に気づいてもらえると思います。僕みたいなコミュ障にはいいんじゃないでしょうか。受け身の姿勢ね。これね、なんかつけるとこあるんですけど、何に使うかは謎です。まあ、買ったものをそのままなんかフックとかに吊り下げるときに使うんですかね。いまいち用途わかりません。ここに紐もあります。下げれるんでしょうね。中は普通ですね。こんな感じで透けてるかと思いきや、まあ、そんな透けてはない。で、取っ手部分って結構エコバッグ気になると思うんですけど、これ系こういう紐じゃなくてもう袋で一体型になってるやつは結構頑丈なイメージがあるんで、ペットボトルいっぱい持ち運んでも大丈夫かなって思います。使ったことないんでわかんないです。そんな感じがする、何の変哲もないエコバッグです。以上、今回のレビューはこんな感じで終了となります。はい、というわけでいかがだったでしょうか。一発撮り&撮影しながらの録音ということで、いつものように一言一句台本として文字起こししなくていいのはめっちゃ楽ですね。ただ自分のトーク力のなさが露呈してしまい、こんな喋りじゃまともなレビュー動画も出せないんで、今後はしっかりといつものように台本作成して動画を出していきたいと思います。先ほどもお話ししたように、特に何も調べてない触ってみた感じを見たまんま感想を言ってるだけなんで、間違ってることがあっても許してください。というわけでジェックスの最新製品レビュー動画はこれで終了になります。次からはいつものような動画をストックしているものから順に、いつもの曜日、いつもの時間帯に投稿していきますので、よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とかしていただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。